要，不要。我还没开始，我只是先一下而已。痛成这样，痛吧！再揉一下哦。那就是那个肌肉里面打进去的吧？对，不是动脉的，那就是应该不是，有一些动一点的感觉。你自己再揉一下。OK， 摸摸了呢。OK， 摸摸的。しろって、なんかこれ何でもいいのすんだけど、これ、これ全体的に行き渡るすダメだな、これ。お尻痛い。一応、経過を報告しますと、一応起きてトイレに行った、で、それで、帰ってきたで、痛くなるだろうから、麻酔薬をちょっと打っときますねと。で、やっぱこれ、ちょっと麻酔薬も、ちょっと自費だったりすると、なんか一部保険適用外だったりするから、安いんだね、ごめん。サインしてって言われて、サインして、で、打って、ほいで、ボロボロすると。保険はしっかりしてるけど、ちょっといいことしようと思ったらちょっと保険適用外。でもその保険適用外がめちゃくちゃ高いってわけでもない。いつまで揉むんだろう。まあ揉んどくわ。で、点滴は外れたんでね、これね。いろいろ動きやすくなるけど、まあまだなんか打たれるのかな。ちなみに外の天気は。外の天気は曇り、まあ10、そうだこれ2時って言われてたけど、2時って言われてたけど2時じゃなくて結構早く始まった、早く2時前に終わっちゃったよ。なんか先生もその
日本の電車のように時間通りには行きませんって言ってた。そう、あれ今も打たれてる麻酔、これなんか筋肉の中に打ったらしくてね、いかにも痛いのギャーって、あの動脈の中にとか、このところにシューって入れるタイプじゃないから、で一応忘れないうちにこうレポっておくと、手術室に行って、なんかおじちゃんが連れてってくれて、ベッドごとね、で枕とかがこう積んであるところがあって、でそこにまあ四つん這いにこう、うつ伏せに四つん這いになるわけだ。で鼻とかにこの酸素の、あのこの酸素のピュッてやつが起きてさ、ほんでお尻にこうペタペタってこうなんかシール貼られながら麻酔が始まって寝ると、ほほほほ、クイクイク、はいはい、ツーパイ、ツーパイ、レポート、おお、変飛んだ、変飛んだ感じでね、ルーシャル。你现在肛门口有一个纱布，我不可以拿掉了。嗯，所以那怎么办？这次是不可以拿掉，好休息。对，尽量卧床休息。嗯。那如果要去尿尿可以，没问题，但是不要用力把那个纱布解掉。OK。不可以肚子不可以用力解便哦。好。好，明天早上会帮你把纱布拿掉。哦。所以那个纱布要加压止血。嗯，所以。不可以弄掉。今天不会有下大便，好的嘛。今天不太会有大便。不对，我们已经没有吃东西，所以对，然后纱布会卡在肛门口，会让你觉得好像想大便，那个没有大便。嗯，所以不要用力把那个纱布推掉。今天注意。今天尽量卧床休息。休息 OK。然后看一下有没有尿尿，如果尿尿解不出来，要跟护理师说。已经要解一次了。OK， 好。明天会帮你把纱布拿掉。OK。那今天可以吃也可以。可以正常吃。OK， 谢谢。はい。説明を受けました。はい、はい、説明を受けました。あのお尻になんか綿が入ってっからっていう話でね。でなんか力入れるなって話。トイレは行ってもいいよ。すぐトイレ行きたくなったから、自分でトイレ行けた、麻酔切れた後。はい、なんかこう、一応薬効いてきたから。まあ、で、そう、さっきの続きで。で当然なって、で先生来て、先生来る前からいろいろ話して、先生、日本語能力試験受けるんだって、日本語上手だったから、おいで、酸素を鼻に来て、うつ伏せになって、いろいろ話して、体勢と整えて、首痛くないですかとかって言われて、でここから麻酔が入って、眠くなりますよって、寝たら起きてたってやつ。いつも手術室、めちゃくちゃ寒いね。寒くて起きて、で、まあ、起きて、もう頭ぼんやりしてる時、自分なんかロシア語で話し出すのね。で、待ってて、寒いよーとかって言ってて、で、いろんなものを取り外されて、そう、ほいで、ここ来て、トイレ行って、なんかちょっとトイレもうまくできなかったりとかしながらもトイレに行けて、で、さっきのお姉さんとか、今、2人ばかりお姉さんって説明をしましたと。はい、お尻に綿詰まってるのもね、取っといたから、はい、モザイクかけて後で見せれるからね。で、まあ、今日は普通に食べても石ゴロゴロしなさいっていう風な、そういう話です。はい、うん、まあそんな感じでね、はい。